昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。トントロネギ師匠です。村人陣営でした。そうですね、まあどうなんやろ、まあ今まで3番さんがやってたからあんま言いたくないけど、そうか、進行論とか言った方がいいんかな、どうなんやろ。まあでも新しい人もおるしな、今まで通りでいいとかあんま言われへんしな。どうなんやろ。まあでもなんか村人陣営でなんか変に怪しまれるのも嫌なんで、ちょっとまあまずは1周目みんなの考察聞いて考えていきたいかなと思います。7番さんは大丈夫かな。はい、1番のプレイヤーが発言します。はい、まず9番さんの精査なんだけど、7番さん大丈夫かなっていうとこ、まあ言ってるとこはまあ印象がいいかなとは思う。で、自分進行論は怪しいって思った人がいたらしっかり言ってね。この人はなんで怪しい理由まで言ってほしい。狼ってやっぱどっかを釣り殺さないといけないから雑な黒塗りになると思う。だからそれがおかしいと釣られちゃうからね。で、それがおかしいと釣られるってことは狼釣り位置出さないって時があるのよ。だから釣り位置出さないとこも狼あるんで、絶対釣り位置は出してほしいかなと。占い師も同様、占い師も同様で絶対釣り位置は1本で出してほしい。そこでラインが見れるんでライン精査もできるから、占い師はしっかり芯取ってくださいね。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。2番です。村人陣営です。しようときにありません。あ、9番さんはあのなんかあの発言的に2周目のしようはないんかなっていう感じはしましたね。探す気あるんやったら、もっと自分がもしなんか霊能か占いとかやったとしたら、もっとわーって言うんじゃないかなと思ったし、2周目の使用はあの 一番最初から出えん潜伏の可能性もあるけど、あの発言からしたら出えんのかなと思いました。1番さんについてはどうやって言って精査したいかっていう発言やったので、まあ2周目かなと思ってます。はい、現状霊能はもう出てきていいと思いますよ。信仰論の違いなんで、俺はもう霊能師なんか潜伏して殺されてたのかって話にならんと思ってるからね。乗っ取られた人がもう1周目でパッと出てきて、2周目から考察に入れていた方がいいと思いました。はい、じゃあ以上です。2周目考察なる。3番のプレイヤーが発言します。はい、霊能者使用します。霊能者です、僕。912の精査については、まあ、全部色打ちはないし、印象も特に悪いところなかったから2周目かなと思っています。まあ、912特に話すこともないですね。特に印象もなかった。ただ1番さんがマジで声に似てるから本物なのかなって信じちゃうけど、いや信じれないわ。とにかく1番さんがマノマネのクオリティ高くていいなと思っている。ぐらいかな。特に役職しようとないから、盤面固まり次第考察はしていこうかなと思っています。僕は霊能です。把握お願いします。はい、っていうところ、以上。4番のプレイヤーが発言します。占い師をします。7番が白でした。で、まあまあ、なんか怪しいところを挙げてって1番さん言ってたんですけど、まあ、また1周目で、まあ、9と1と2と3が話したことを、まあ、いかどうぶんって感じで、ちょっと考察伸びてないって言われるかもしれないですけど、一緒に頑張ります。5番のプレイヤーが発言します。本日お願いします。霊能師使用します。もう3番さんと対抗なんて、3番さんほんまに上手やから、ちょっと私が死んだんですよ。3番さんほんまに上手なんで、うわで私口下手なんで負けるかもしれないけど、ほんまにあの真なんで死んでいてほしいです、皆さん。で、まあそうですね、怪しいと思ったところは、まあ、どんどんついていきたいと思ってます。で、それでですね、あ、4番さんが7番さんに知るし把握しました。まあそうですね、対抗出てこなければ4番さん新目で見ていこうと思ってますね。はい、もう、ほんまに勝ちますよ、3番さん。偽物め。6番
のプレイヤーが発言します。はい、発言します。占い師をします。ちょっと多分説を切れてて、5番さんからちょっと発言拾ったんですけど、4番さんが占い師で出たんかな、多分4番さんが占い師ですよね。4番が7番にしろですね。すいません、ありがとうございます。で1番さんが、白ですね。1番さんが白って出ました。ランダムで白出てました。把握お願いします。できるだけ触れていきたいと思うんですけど、まあ、特に、9番がちょっと色落ちなかったんで、ちょっと2周目発言ちょっと注意深く聞いていきたいと思ってて、で1番さんがちょっと進行を話してくれたんですけど、僕目線で1番さん白って言ってるんで、ちょっともう印象もいいし、もう村なんなんで もうありがたいかなと思って、これ追加できるのちょっと2周目。いやー、これわからん。発言します。はい、お願いします。4番さん白だし、ありがとうございます。そやね、4番さんだけかと思ったら6番さんが占い師出てきてて、今占い師2人、ヘレの2人っていう感じで、特に皆さん色落ちはなかったかなっていうのは思います。でも5番さんちょっとメタ発言っぽいなって、思いました。確かに慣れてる人が相手だったらちょっと嫌ですけど、ね、今のところは分からんなって感じです。今日はグレーズリーでいいんじゃないですかね。騎士の方はとりあえずは全部でいいと思います。以上です。8番のプレイヤーが発言します。7、今日あるんかな。はい、8番です。よろしくお願いします。村人陣営でした。4番さんが7番さんに白出し、6番さんが1番さんに白出し、把握しました。まあ、そして4、6番さんが対抗、3、5番さんが霊媒師対抗ってことで、まあ、7番さんと同じようにグレー精査でいいと思います。はい、で私と9番さんと1番さんと2番さんと7番さんかな、まあ、そこからって感じですか。まあ、2周目発言聞いて決めたいと思います。よろしくお願いします。9番のプレイヤーが発言します。2周目よろしくお願いします。3、5は0ので、47が46が占いか、22番面ですね。でもどうなんやろ、グレーつるんやったら、どうなんすか、騎士出てフルオープンってありなんすか、グレー1減らすみたいな。まあそうですね、若干でも、まあ、1周目で何度も言えないんですけど、まあ接続切れだけの理由、1周目だけで見たらちょっとまだ見苦しいかなって感じですかね。まあほんまかもしんないですけど、それだけで考えたらまだ4の方が新目かな。で、1番さんは、まあ、進行論言って、まあ、2番さん、3、じゃあ、2番さん ?7 番、8番は、まだグレーですか、1周目やったんで。まあ、グレーってつるんやったらどこかな。まあ、2周目、みんなの聞いて考えていきたいと思います。1番のプレイヤーが発言します。はい、騎士ないのはすかさないでね。騎士ないのは絶対にすかさないでください。今日は霊能から行きます。で、今日霊能から行くんだけど、3番さんと5番さんに関しては、なんで1周目に出たか言って、特に3番さん。霊能者1周目に出ちゃうと、例えばね、4番さんが真だったとする。4番さんが真、3番と5番が出てたら、
6番が狂人だったらご主人が霊能に出てるっていうの分かるから占いしようができるのよね。6番さんが狂人だった時、それなら霊能者が、霊能者がね、初日の1週目出てなかったら6番目線ご主人が霊能に出てるって分かんないから、下手すれば平和になって霊能3枚もありえたのよね。だからちょっと1週目に出た意味はないけど、5番さんに関してはもう太鼓が出てるから出た感じだから、話聞いてないけど3番さんから行こうかなと俺は思ってる。5番さんに関しては太鼓が出たから出たっていう感じだと思ってる。でね、6番さんが真であれば多分4番さん狼で見るなら相方は7しかないと思う。その理由って、町人局って、対抗に白打ちって結構きついから、4が人狼で、5、6、7、8に新占い師に白が刺さったら結構きついんでね。6番さんが死んであれば、4、7人狼しか俺はないと思ってる。今日は霊能者から行きましょう。よ、3番さん1周目に出た理由ください。2番のプレイヤーが発言します。いやもう考察ガバガバやん。5人いたってはだって3が強かローメンをどっちかすらわへんで嘘ついてます。3番さん嘘ついてます。どっちなの？じゃあ5番さん目線、3番はローなんか強なんかどっち目線でおってるの？その意見すらない。私は霊能でしか発言ないやろ。じゃあグレー考察 C やと思ったけどね。6番さんにいたってはそれすらも言ってない。じゃあ 6目線、じゃあ4は何なの？強なのローなの？9、1しか触れてないけど、まず盤面揃ってるのは6、2やそれ。ああ9の意見はこうで、1白出しやろ。なんでわざわざ1の白出しの本じゃ深夜やったら別に終わんでええやん。1ほっといたらええやん、深夜やったら。強めで追ってるんやったら、まだ本じゃ、6番さん強めで1追ってるんやったら、そしたら、あ5、3の中に人外追って、4は人外ってことでしょ。4はローで、5、3の中にローが混じってるってことなんでしょ。そういう発言もないから、黒いんよ、6に至っても、5に至っても。ああ自分の対抗で出てんねんか、それが強かロークの精査もしてないってやばいよ、普通に。それに至って、それに突っ込んでない。7、8もやばいし、9も。1番3だけで高速伸びてんの。そういう発言をせんが黒く見られるんよ。現状今日は、霊能釣りの明らかに5。まず3の交差をまだまだ何もしてないんよ。黒いです、黒いです。じゃあグレイチ、どう見てるの、あなたは。ってな感じかな。うん、4番に至ってはじゃあ後に出てくる可能性があるんやったら、それに対してもケアをもっとしなあかんと思ってるし、3番さんの場合はまだ出てる段階が2週目の発言かなと思ってるけど、考察ガバガバすぎんだよ、さすがに。6も5も4も。どれが真かわからんよ、村目線。それに触れてない。7、8、9も黒いけどね、俺からしたら。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いいたします。1番さんのまず問いに答えておくと、早めに盤面を固めておいて考察を、村人陣営の人に見せてほしかったからですね。特にそこまで深い意図はありませんでしたが、まあ、2周目に使用してしまった場合って考察一部無駄になってしまうと思うので、早めに出ていた方がいいかなと思っています。で今日は5番霊能釣りだと思うので5番さんは言ってください。まあそうだね、僕のこと黒い黒いってしか言ってないし、新居どちらかも身につけて精査をしていなかったので、もう今日はごつり言ってほしいと思います。で、5は新居で言ったらやっぱり基本的に強靭で見て、います、はい。でですね、で僕気になったのは、霊能が2使用あった盤面で7番さんがグレーズリーって言ったのが気になります。それに8番さんも多少同調していたので、なんでグレズリの考察になったのかっていうのを7番さんに言ってほしいし、8番はそれに同調した理由もしっかりと話してほしいかなって思っている。そうだねってぐらいかな。で占い審議についてはまだついていないけど、まあ、1番考察ってすげえなって思った。それぐらいかな。で人気値的にも多分本物説があるから、いやモノマネで してるとしたらクオリティ高いし、考察も伸びてるし、まあ、すげえなと思ったぐらい。で2番さんにグレイチ他に触れておくと、まあ、2番さんもね、考察伸びてるし、ムラ目かなとは思ってしまった。今日は5釣りからかな。7、8ちょっと気になるかな。9はまあたどたどしいし、特に印象ねえし、まあ、黒もあるのかなと思うけど、7、8、9の中で、今日は5釣りから。4番のプレイヤーが発言します。2番さんすいません。でも僕2番さんの意見聞いて、まあ、2番さんはムラ目かなと思いました。でも僕的には、まあ、6が人で、いやー、ちゃうな、逆やな。5が人狼で6が狂人やと思ってます。で、5がなんで、
人狼かって言ったら、まあ、なんて言うんですかね、普通に意見としてっていうか、もう慌ただしさっていうか、なんて言ったらいいんですかね、ちょっとほんまにごめんなさい、下手くそで。まあ、確かに、ちょっとさっきからこの人らと何戦かしてるんですけど、まあ、5番さん的に、ちょっとこういうところはあるけど、にしてもなんていうか、意見がまとまってなさすぎる、で、ムラめがないから、先号でいいと思います。以上です。すいません。5番のプレイヤーが発言します。5番です。お願いします。やっぱ、私、まず1番さんにお答えすると、その3番さんが霊能仕様出たっていうことで、まあ、1周目で出ないと、私が真って、私が真なんで、その、真、その、遅れて出ると、もうもっと疑われると思って、私が真で出ました。で、それで2番さんなんですけど、すいませんでした。私の力不足で。3番さんは、まあ、私、対抗での目線から行くと、もう人外しかありえないです。はい、すいません、本当に。で、4番さんなんですけど、まあ、うわ、これ負けたわ、多分、村人へ。って感じですね、もう。できればっていうか、もう、3番、みんな3番釣ろうよって感じで。もうなんか生存欲って口でしか表せないくて、私。ああ、きついわ、これ、ほんま。すいませんね。じゃあ、3番いてほしい、みんなには本当に。長さにといてほしいって感じです。以上。6番のプレイヤーが発言します。申し訳ない、5番には申し訳ないけど、俺もちょっと3番が死に見えるかな。だから、まあ、霊能ローラーやから、5番から行くかな。次の日、まあ、正直、審議、は、正直、3決めよってもいいかなって思うけど、まあ、わからんから、釣り切るけど、今日は5番さん行くかな、と思ってる。で、俺目線、対抗の4番は、今のところはまだ強靭かなと思ってるかな。まあ、全然人狼もあり得るんやけど、その位置で人狼出てくるかなって感じなんで、まあ、まだちょっと弱強人の方がいいかなと思ってるかな。で、グレーの中やったら2番さんが一番白くて、7、8、9、中やったら、次に9が白いかなと思ってる。フルオープン、提案できる、7番のプレイヤーが発言します。はい、グレーズリテイタ剣なんですけど、いや、私から見て全く霊のどっちか分かんなかったんで、で、どっちか殺しちゃうと、まあ、その殺しちゃった方が死んだったら、そのまあ全然嘘つけるじゃないですか、その残った人は。だからグレーズリがいいかなって思ったんですけど、まあ、まあ、皆さん霊のずりなら全然いいです。で、結構、5ヘイト溜まってて、3、あ、5釣りって感じですよね。5番さんかわいそうだけど、まあ、あんま内容がないし、まあ3番ってなっちゃうんですよね。これで3番が、真だったら、まあ村、あ、真じゃない、黒だったら村負けそうですけど、って感じです。8番。のプレイヤーが発言します。あ、8番です、お願いします。7番さんに同情した理由は、なんかさっきまでもなんかゲームしてたんですけど、なんか二人狼と2人霊能が出てきた時にはグレー精査でいきましょうみたいなことを言ってあった気がするんで、まあ、それが頭に残ってたんで、あ、じゃあグレー釣りでいいんかなって思って、まあ、グレー釣りを選択しました。まあでも、まあ、みんなも1番さん2番さんかみんなが言ってる通り、まあ、霊能から釣っていくのは全然賛成なんで、まあ、発言的にも、まあ、3番さんと5番さん比べたら3番さんの方が内容濃かったし、ちゃんと発言できてたんで、まあ、まずは5から5釣りでいいと思います。以上です。すいません、発言が少ないです。
全プレイヤーの発言が終了しました。3から行こうか。私が悪人ですって、もう残りますよ。51がさ、投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番5番の遺言を発表してください。7番さんナイスです。ちょっと待ってくださいね。まず7番さんも勘全部当たってますよ。本当にうわ、まさかのまさかで1番さんほんまにナイスです。この意見揺らがさずに、てかもう釣り切りってください。もうで3番一人狼つって、私個人的気になったっていうか不満というか黒要素なんですけど、8番さんって結局自分の意見にしか乗っかっ、あ、みんなの意見にしか乗っかってないっていうところ、私結構気になってたんですけど、まあ、そこ次とか着目してほしいですね。はい。まあ、それで、もうほんま、もう頑張ってください、村の人。もう3番さん、うわ。もうマジで。7番さん、ほんまにもう、まさかのまさかですよ。って感じで、まあ、結果見たらすぐわかるんでね。まあ、騙さないように頑張ってください、3番さんには。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いや、わかんねー、これ下手すらさ、霊能がさ、初日出なかったら平和にあり得たかもしれないよね。だから6の強か王かわかんねーよね、これ霊能出てて後の6って。夜が明けました。昨夜は1名の方が下り、そこかもか。2番3番のプレイヤーが発言します。8黒、はい、よろしくお願いします。4番さん結果を貼ってください。あ、で僕5白なので強靭です。2白。まあ、タイミングでさ判断するのは申し訳ないが、6番さんをどうしても新目にちょっと見てしまう。8番さんはね、確かに、まあ、5番の対抗の意見に乗るのは嫌だけども、自分の意見がなかったから、まあ、あり得るかなと思っている。まあ、でも今日は、だから8釣りでもいいかなと思うけども、で僕を決め打ってほしいかな。決め打ち怖いなら別にそれは村の下が、村の意向には従うけども、僕目線はそうだな、人狼考察すると、5が強で落ちてるので4人外と791のところに、いるね。791にもう1人狼いるから、まあ、1番はね、どうん、1番がどうしても白く見えるから。4番のプレイヤーが発言します。まあ2の方が死んじゃったんで、ちょっと、まあ、2タイミング的にめっちゃ悪いんですけど、まあ、なんで2占ったかって言ったら、ちょっと白目で見てたんですけど、まあ、なんか、2のが、その隠し色をつけたかったっていうか、これが敵やったら厄介いなと思って、まあ、2をやりましたっていう理由しかないですね。で、今回は、ああ、そっか、どうしたらいいんですかね。3をローラーすんのやったらしやりきるかでいいと思います。で、まあ、他の方の意見聞いて8に入れるっていうんだったら、まあ、投票数的にもそっちが多かったら乗っかります。すいません。6番のプレイヤーが発言します。はい、8黒でした。まあ、8占った、まあ、まあちょっと言ってたんですけど、まあ、8番ずっと意見に同調してるしてましたよね。なんかまあ、僕の、考えなんですけど、まあ、4強靭で、まあ、一応今のところは見とって、まあ、3号どっちかに狼がおって、でグレー1に、まあ、狼がおるってことなんだけど、8番は、この789中で、一番ヘイトを変えたくない狼に僕目線見えたかなと思ったから一応8で占った。まあ、結果は黒やったんやけど。で、まあ、だから俺はもう8、俺目線も8黒やから8釣ってもいいんやけど、まあ、
村目線は、正直真偽っていうか、占い精査ついてるか分からへんねんけど、霊能ローラするって言うなら、霊能ローラしてください。僕目線、隠し色が一番なんで、まあ、ちょうど発言も一番最後なんで、一番さんに決めてくれればいいんですけど、まあ、僕全然もう、8黒出てるんで、全然8言ってもらって大丈夫かなと思ってます。はい。それぐらいですかね。まあ、釣り位置は、お任せします。ローラ完遂でも全然飲めますね。7番のプレイヤーが発言します。6番さんを騙して信じてるわけじゃないですけど、8黒って出てるなら8でいいんじゃないですかね。まあ、全然4、6どっちかわかんないですけど、で、8黒だったとして、いやでも白だったとしても、まあ3番さんがなんていうかですよね。私全然3番が白だとも思ってなくて、3室に人狼か狂人あり得ると思ってて、なんで次は占い師の方3番さん占ってほしいですね。5番さんの最後の発言的に、まあ黒でもなかったかなと思ってて、ってことは3怪しいんで占ってほしいです。まあ、今日はとりあえず8でいいんじゃないですか。で、8黒だったとか嘘つきそうですけどね、3番さん。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番です。お願いします。まあ、6番さんに黒出しされたってことで、6黒ですよね。黒？まあ、人狼か狂人ってことですよね。まあ、あんまり私も人に乗っかることとかしかできなくて、なんていうん、信憑性とか全然ないと思うんですけど、なんか PP？ なんか、忘れた。なんか人狼となんとかが同じ数になるみたいな、もう、それは1番さんとか9番さんとかに任せたいですね。まあ、そんな感じです。何言うか忘れた。まあ、私も釣ってくれてもいいけど、って感じですよね。まあ、村人なんで、って感じです。失礼します。9番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、死んじゃった2番さん死んじゃったんで、まあ、今更言うのも何なんですけど、まあ、1番さん、2番さんの感じを見てると多分、まあ、完全初心者ではないですけど、ほぼ僕らも全然多分、レベルが違うと思うんで、まあ、もうちょっと優しく言ってあげてもよかったかなと思いますね。そう、それで、まあ、6、8黒って出てて、まあでもね、1番さん同調する形になっちゃうんですけど、まあ5番さん確かに3番さんが言ったから出るしかなかったっていう感じがものすごいしたんで、僕は3人狼陣営で見てて、まあでも普通にこのターンは霊能ローラでいいんじゃないですかね。このターンは。で、まあ3、どうなんやろ。待ってくださいね。6が8出てて。7番さんが3占ったらっていうのも、それよりグレー行った方がいいんじゃないかなって感じ。グレー？グレーほぼおらんのかも。あ、でも騎士も出てないし。むずっ。ごめんなさい。下手くそで。でも、このターンは、霊能でいいんじゃないですか。いや、霊能、霊能4っすよね。4じゃないよ、3や。3、ごめんなさい。3ですね。1番のプレイヤーが発言します。ここね、悪戦服してるのに黒落ちは6の芯高いと思ってる。その理由って7と9が騎士じゃないって言ってんのよね。7と9が騎士じゃないってことは、8、1、2に騎士がいるから、それでも黒落ててるのってめちゃくちゃ6の新芽が高い
って現状持ってるかな。うん、まあとりあえず今日は3行こう。俺5番さん、確かに考察は伸びてなかったけど、3番が出たから出ただけだと俺思うんだけどね。いや、今日は一旦3行って、まあ4目線の狼探そうとは思うけど、俺結構8番黒硬いと思うよ。全プレイヤーの発言が終了した。私が悪人ですって？もう怒りますよ。で、俺噛まれるかどうかだね。俺が噛まれるかどうか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。いや、これ8が白だったら、はい、よろしくお願いします。俺噛まれないからそこで判断するよ。僕目線5が強靭で落ちてるから二人街の、ね、俺が残されたら8の狼ないね。で、6、7、8、9、1。正直精査つかんから分からんよ。ただ8番さんは、まあ、人狼って俺初回疑ったけども、普通に同調しかできないヘイト買う行為にも取れるが、シンプルに何も分からない村陣営にも見える。うん、まあ村の、まあ、村の安定進行をとって僕さんずりは飲めますが、僕目線だとやはりもう7人狼かなと思っています。 7ともう1人が4、6のどちらかにいるのかなと思っている。うん、7が黒いと思った理由については今回3占い、まあ、村人目線であれば安定進行とってさんずりに行くのに、7、まあ、僕を釣りをしてきた、あ、僕じゃない、8を釣りをしてた。夜が更けました。人狼に気をつけてください。これ噛まれるんかな。俺噛まれなかったら8しろやろね。狼そこまで初心者多そうだから裏考察裏紙しないやろ。夜が明けました。昨夜は8だ。方が亡くなりました。8黒か。4番のプレイヤーが発言します。これマジで7番さんじゃ白かくってことで、で、まあこの僕ほんま占い師でマジポンコツなんですけど、1番さん占いました。これってほんまに疑われるのわかるけど、占った理由っていうのがもう1、2、3がもう死んでる状態で、1がもう進行の、もう1、2、3が進行してたんで、まあ1が進行を取るじゃないですか。これで人狼やったら確実に負けると思ったから、俺だったんで。これ4級にしか見えねえな。で、6が、まあ人狼で、3が強靭かなと思ってて、で、6が8を黒出しすることはないから、僕的には6級目線で見てますなんで、6目線って何？これは疑われるのは知らないけど、本物の強靭やったらこんなことしません。二人とも死んだ人とか選びません。以上です。6番のプレイヤーが発言します。ああ、七番さん、気づか。これ4、4狼。これ4もあるのかな？4狼はあるかな？9が誰にも占われてなくて、4の囲いとか全くわからんし、とりあえず、もうこれ、二人狼はないよな。二人狼、二人狼はないな。二人狼ないな。俺目線に4番強靭やったって。4番強靭やから多分。とりあえず今日は俺もう3号の欄で人狼1人狼は連れてると思ってるから。
俺は8行くけど。いや、これ。なんで4俺なってねえやろ。7は白しか出ないってね。人材が1人落ちてるから PP は絶対ないし。これ8でいい。うん。8ですね。8いきます、絶対に。7番のプレイヤーが発言します。そうですね。私、騎士なんですけど、9守っちゃったんですよね。で、最初4守っちゃって。まあでも4、6のどっちかに人狼か狂人いるんで、で、私的に最初から6番さん怪しいと思ってて、なんかさっき今も言ってることよく分かんなかったし、なんか二人狼かどうか分かんないですけど、なんか9番さんかっこいい、4番さんがもし黒だったら9番さん囲ってて9番みたいな感じでよく分かんなかったんで、いや8番さんに言ってること的にもそんな黒じゃないのかなと思って、まあ初心者っぽい感じ出てましたけど、とりあえず今日6かな。これで4番さんあったら怖いですけど、私は6番さんとりあえず釣ります。狂人か人狼です。6狼か、俺噛まねえと思うけどな。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番です、お願いします。まあ、7番さんも同情なんですけど、まあ、6番が私に黒、私村人陣営なんで、村人なんで、まあ、6釣っていいと、6釣りでいいと思います。失礼します。特攻ってあるか。のプレイヤーが発言します。そっか、なんか4番なんか把握もないと申し訳ないんですけど、6球ラインって言いました。あれ、僕が入ってくるんですかそこで。いや、これ4番さんのチャットかな。なるほど。まあ、そっか。まあでも8番さんも、1個前に、すぐ6黒って出されて、すぐに戦わんかったのも、うんってなって、今焦って、これ9狼でさ、1狼ってんのかなってのも考えてますし、なんやこれ。6入れます。なんやこれ。でも7はほぼ死んで見てるんですけどね。あ、死んっていうかもう騎士か。どういうことこれ。私も6か。9目線って。まあでも6。進路はなきゃ8なんやけど。か。ってなると4が。むず。なんかごめんなさい、なんか全然まとまってなくて。4も6も両方怪しいとこあんねんな。なんか一瞬3、6で繋がってるんかなとも考えたけど。まあでも、6、6かな、じゃあごめんなさい。3分の1特攻したってこと、4、8で。です。特攻しろ、特攻したのこれ。4八だったら3分の1でしょ。9スタートじゃなかったっけ。うわ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番の遺言を発表してください。これ PP ですよね。終わってねえよ、PP ないよ。PP っすね、これ。基本狂人賞だって。八人狼やし。だからこれも投票にされて終わりっすよ。全員俺に入れた。これ何？四って黒結果出してないし。もうなんか釣るんやったら四じゃ。おかしいかな。6強なんこれ。もう終わったことやし、PP で終わりなんやけど。4死んの？うん。誤爆もあんのかな？お疲れ様でした。夜が更けました。人狼に気をつけてください。これ4、8人狼だと終わってるから、4、8人狼ないんやろ。6強の
参加後に人狼なら、これ4カモンかな、7カモンか、ねえ、夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番のプレイヤーが発言します。あ、はい、8番です、お願いします。ってことで、まあこれは4番さん狂人ってことで、私人狼なんで9つって終わりかな、かな、そうやな、そうやな、カレーさん、カレー小僧さんってことで失礼します。そうやな、そうやな。9番のプレイヤーが発言します。皆さんごめんなさい。7番さん、これが PP です。やっぱ1枚出てくるのはましねえよな。すいません、これは PP じゃありません。僕は本物なので8が人狼です。終わりです、すいません。え、6の誤爆、これ、68人狼、投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。なんだこれ、陣営の勝利です。ちょっと、いや、8、8まだ使用早かったよ。1個だけ、はい、うわ、マジか。あの、なんか友達が、友達が今配信されてるって来ました。だから本物らしいです。本物やん。じゃどうしよう、どうしよう、はい、私。今、2番さんめっちゃ怖かったです。恥ずかしい、ありがとう。配信してるって言われました。マジか、誰か知らないですけど。私も言われた。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。